フルタイム YouTuber です。空気を吸うようにコンテンツのアイディアを考えるんですよ。はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。今日はちょっといつもと違うフォーマットの動画なんだけど、最近新しいアイディアひらめいた今日は私がインフルエンサーとしてよく聞かれることについてお話ししたいと思います。みんなご存知の通り、自分はもう YouTube 始めて12年目になるので、昔はそんなに知られてなかったけど、近年は注目されてるし、もう SNS 自体、 SNS で活動するインフルエンサーはすごくね注目を集めてるので、私がひらめいたのは、こんなに長く YouTube とか他の SNS やってたり、本当にそれに関しても熱意があるし、好きで常にチェックして流行りに注目するだとか、インフルエンサーの友達もいっぱいいるし、今後もしかしたら SNS のやり方について教えるお仕事とか、まあ結局 SNS のマーケティング、将来的にそういう仕事もできたらなと思って、すごく興味があるので、より SNS のことを、 YouTube のことを当事者として今後はもっとそういった発信をしたいと思うし、もしかしたら別のチャンネルもそのために作るかもしれないんだけど、今日はとりあえず自分が YouTuber として、インフルエンサーとして、普通の人とか SNS を始めたい人だとか、インフルエンサーの知り合いとかでも聞かれることを日々いろいろあるので、そういった質問に関してこの動画でお答えしたいと思います。じゃあ始めましょう。まず一番よく聞かれるのは、 YouTube はどうして始めたんですか、いつ始めたのか。ご存知の通り、11年前12年前、それはね2012年13年ぐらいのことなんだけど、始めたきっかけは本当に具体的に話すとね、当時ジムに入会して、太ったから痩せたくてモデルとかやりたかったから、じゃあとりあえず有酸素運動で、こういった有酸素運動のマシンとか、あ、バイクとかね、バイクやってる時に、とりあえずスマホを見よう、何を見る、じゃあ YouTube を見よう。それまでも YouTube はたまにパソコンの方から見てたんだけど、スマホから YouTube 開いて、もう設定が全部多分日本語だったから、日本語で YouTube が出てきて、はじめしゃととかピリアルさんとかヒカキンさん、佐々木朝日さん、当時の YouTuber の人たちの動画いろいろ出てきて見て、あ、面白いねみたいな思って、最初ずっと見てたけど、私もやってみたいって思いつつ、そっからすぐには行動できなかったけど、だいたいやりたいと思って、始めたのどれぐらい、1年後かそれぐらいだと思うんだけど、だから始めたきっかけっていうのはもう単純に趣味で、いやこれは一生私は収益化しないでしょうって思ってたし、気がついたらこの特に直近の7年間は YouTube だけで生活してます。一応 YouTube 以外の収入もあるけど、まあもしそれは仮になかったとしても生活ができるっていう状況なので、7年長いですね。いつかこうやって活動できるようになると思わなかったし、それで生活できるって本当に夢でも思ってなかった。そしてね、そこで聞かれるのはもちろん、お金もらえるでしょう、いくらもらえるかな、じゃあアシアは30万人の登録者がいるならいくらもらえますか。そこではもちろん登録者数イコール収益ではないです。収益は再生数によって違ってくるんだけれども、それもいろいろ細かいばらつきがあるので、ちょっとこれからそれについて説明したいと思います。まずチャンネルの登録者数と再生回数はもちろんある程度は関連してるんだけれども、例えば100万人の登録者数があるチャンネルでも、例えば昔は盛り上がってたけど今は動画出せなければそんなに動画の再生数が減ったりとか、逆に登録者数が少ないチャンネルの中で、例えば一つや二つ動画バズってすごくその動画だけが再生数が伸びて、でも登録者が伸びてないってこともあるし、いろいろあります。国によっても違いがあります。友達のインフルエンサーとかと話すと、その傾向としては日本の方が登録せずに動画を見てくれる割合が多いんだけれども、
自分のチャンネルも登録なしで見てる人は6割7割ぐらいなんだけど、だいたい。でも海外の人はなぜか登録はするんだけどそんなに見ないっていう傾向もあるみたいですね。日本語以外でチャンネルやってるインフルエンサーの友達はそう言ってたし、あと自分的に考える傾向としてエデュケーション系のチャンネルとか何かを勉強するチャンネルって、あ、これちょっと役立つからフォローしとこうって登録はするんだけど、でも結局その動画頭使わないといけないからなかなか見なかったりっていうのは現実あると思うから、そういったエデュケーション系のチャンネルはそういう傾向あるのではないかって私は思います。そしてその再生数が収益化されたとしても、その広告単価が国によって全然違います。例えば英語圏でアメリカとかアウストラリアはすごく高いし、日本はまあ中間ぐらいかな。で逆に弁護圏とかロシア語圏とか知ってる限りだけどもっと低いし、そういうこともあるので、もう全然同じ再生数でも、そして動画のテーマによっても広告単価って変わるらしいですよ。何か教える系の動画が広告単価が高かったり、ハウツー系とかね。で逆に広告単価が低いのは何だろう、ちょっと忘れたけどなんかとにかくね違うんですよ。でしかもその広告単価も1年の中で高くなる月と低くなる月があって、毎月毎月変わるし、本当にいろんな条件が揃えてやっとこのクリエイターがこの再生数でこれぐらいのお金がそのアドセンスからもらえるよっていうのがまた変わってくるし、あと別でそのスポンサーの案件とかアフィリエイトとかいろいろあるから、本当に登録者数だけで違いで何とも言えないですね。もう一つ聞かれることとしては、あ、こんなに YouTube やってるんだね、あ、ちなみにお仕事なんですか、普段学生とか聞かれるけど私のチャンネルよく見てくれれば、私はだいたい週3回ぐらい動画投稿して、そして週1回に YouTube ライブもやってるから、で撮影も編集も全部一人でやってるから、当然他のことやる時間が全くありません。フルタイム YouTuber ですはい、まあ編集とか撮影に関しても、あ、これはカメラマン誰ですか、編集者誰かやってますか、え、全部自分でやってますか、そうなのみたいな、全部自分でやってるっていうとめっちゃびっくりされることあるけど、はい、全部自分でやってます。まあこだわってるっていう部分もあるし、もちろんね、たまに例えばカメラマンだけ友達にちょっと手伝ってもらうことだってあるから、まあ、事務所のマネージャーさんといろいろ相談することもあるし、でも基本的に自分で全部できるようにしなきゃね。そう、前誰か友達に聞かれたのは、え、カメラマンはちなみに誰ですか。あ、カメラマンは三脚で、とりあえずボタンピッて押して、はい、それでカメラマン専属カメラマン欲しいけど、もう外出かけた時はもう手を伸ばして自撮りする、はいこんな感じ。もう YouTuber だからね、全部一人でできるようにならなきゃって、もう昔からずっとそれでやってるし、そして、え、全部一人でやるの大変じゃないですかって、うん、まあ大変だけど、もうずっとやってきてるから慣れてるし、まあ、一人寂しいの時もあるし、もうあーってなる時あるけど、やはり全部自分の管理で、それが楽な部分もあるし大変な部分もあって、もちろん、まあ、どうしても無理だったら休めるし、かといって自分を追い込まなければ結果にはつながらないし、なんとかそのライフワークバランス、うん、いや完全にできてないけどねまあまあまあ一応そんな感じで全部自分でやってますけれども、 YouTuber11 年間やってた自分の本音としては、とってもいいこともあるし楽しいし、そのおかげでいろんな出会いもあったし、できることなかなか普段ね、日本でフルタイムの YouTuber やってる人少ないと思うので、なかなか他の人ができない経験をしたりとか、いろいろ本当にありがたいこと、今まで楽しいこともたくさんあったし、苦労したこともたくさんあるけど、あ、今までやってこれてよかったってすごい思いますし、 SNS を始めたいっていう人がいたら、もちろん、あ、もうやってみた方がいいよって私から言うことだしだけど最初からそれをお金目当てでやるとどうなんでしょう。様々な例がありますね。最初からお金目当てでめっちゃ成功してる人も知ってるし、
逆に途中で辞めちゃったっていう人も当然いるけど、逆に正直その昔から動画を趣味から始めて今もそれを仕事にしてる一人のクリエイターとして思うことが、最初からお金目当てでやってる人は結構うまくやってるんですよ。で、最初から趣味でやってると YouTube 好きでやってると、その動画に対しての変なこだわりがあって、そのせいでコンテンツを伸ばせない時もあるんですよ。だから私もまさに今までそんな感じで、他の知り合いのクリエイターでもそんな感じの人もいるし、例えば再生数のためだけに動画を作るっていうのも、それも違和感があるし、かといってずっとそんな感じだったら、その再生数をうまく伸ばせる人に抜かれるし、もう実際抜かれてるんだけど、まあでも一応その自分のこだわり、価値がある動画を届けたいっていう気持ちのこだわりと、もちろん時代に合わせて、変化に合わせて、みんなが注目する話題をより見てもらいたいっていうのを、なるべくバランス取るの大変だけど、それを心がけてます。そしてこれもよく聞かれるんだけど、動画のアイディアって尽きることないって、何かネタ切れとかにならないかって聞かれるんだけど、全くそんなことないです。空気を吸うようにコンテンツのアイディアを考えるんですよ。シャワー浴びながら、ご飯食べながら、外出てなんか見ながら、友達と話しながらとか、あって、あ、これ動画作ろうってめっちゃなるんですよ。だからもうそういう頭の働きになってるから、もう人生の3分の1ぐらいそれをやってるから、当たり前のようにそれを考えます。だけど、例えばこんなアイディアがあるんだけど、このアイディアを実現するまでの労力とか、例えばそれこそ予算だったり、いろんな人をゲストに呼ぶだとか、どこかに行くだとか、まあ、こういうテーマがあるんだけど、これについてすごい詳しくいろいろ調べないといけない、情報まとめないといけないと、そこのアイディアを動画に実際実現する、撮影したとしても、例えばその後の編集が大変だったり、だからアイディアから実際仕上がった動画ができるまでのその工程がちょっと大変だけど、アイディアを思い浮かべること自体は得意な方なのかなと思います。あともう一つ、その一個の動画作るのにどれぐらい時間かかりますかって聞かれるんだけど、これはですね、なかなか難しい質問。例えば撮影、今撮影してるのはこの動画でも20分ぐらい撮影してるんだけど、例えば動画撮影する前にメイクしたり、服装を選んだり、とカメラを設置して、照明を設置してとか、まあちょっと準備の時間も必要ですね、30分ぐらいで。その後その動画を編集する時間も必要だけど、その編集時間は動画によって全然違いますね。今一人で喋ってるだけだから、こうやって20分ぐらいで収まるんだけど、例えば誰かにインタビューするとき、たくさん喋ってくれる人だと1時間半2時間の時あるし、40分ぐらい1時間以内で終わる時あるし、どこかに出かけて動画撮るなら、もう例えば1日ちょっとずつ撮ったり、そのほとんど1日撮影でかかる時もあるし、それぞれです。で、編集に関してはかかる時間とは本当に動画によるんですけど、早ければ2、3時間ぐらいで、長ければ無限、まあだいたい7時間9時間とか、あんまり一つの動画に時間かけすぎてももう仕方ないから、なんでしょう、いわば効率が悪い、まあ、そんなに難しい編集をしても再生されなかったらね、悲しいし、週に3本動画更新してるから、その一つの動画にめちゃくちゃ長い時間編集ねかけることもできない。で、週に3回動画出してるってことは、週に3回撮影して、で3本編集することだから、でアイディア考えたり、いろいろね、ご飯食べて寝る時間も必要だし、いろいろとあるから、動画の編集時間は平均で多分5時間とか6時間。でも5時間って言っても、はい始めますって言ってパソコンに座って、5時間後にはいできましたって感じじゃなくて、だいたい1日カットして次の日に、例えば
字幕入れたりいろいろ音楽入れたり、大体いつもは2日に分けて編集すること多いんだけど、そんなに難しくない編集が長くない動画だったらその日のうちに仕上がる時もありますし、多分この動画は今23分ぐらい回ってるけど、この後パパパッと編集して明日アップするようにするかと思うんだけど、だからそう、次の日に出かけたいってなったらもうその編集の終わり時間ってなかなか読むのは難しくて、意外と時間かかる時もあるし、意外と早めに終わる時もある。だいたい長くなることの方が多いんだけど、だから次の日に出かけたいなら動画必ずその前日に終わらせないといけない。もし朝からじゃあやりましょう、出かける前にそれをやりましょうってなっても終わらないと、じゃあ帰ってきてからやりましょうって言って、じゃあこの時間で終わるのか、例えば途中までの作業、まあ 2,3 時間あれば終わるよねって時があるし、全然いやこれは終わらないっていう時あるから、あそこはね、もう私は編集そんなにめちゃくちゃすっごい編集はそんなにしないんだけど、たまにその字幕、例えばロシア語が英語で誰かが動画で喋ってると、その字幕を打つ作業はものすごい時間かかります。長いインタビューで全字幕だと本当に10時間近くかかったことあるし、それはもう大変だった。大体こんな感じですね。もう25分ぐらい過ぎたので、大体まあこの動画は15分ぐらいにまとまるかな、20分ぐらいになるかな、それは楽しみで、この動画にかかった編集時間をちょっと測りながらやってみたいので、ちょっとここにこの動画に測った編集時間を載せたいと思います。大体自分の予想は3時間以内には終わらせたいっていう願望があるので、だから撮影して早速編集頑張りたいと思います。じゃあまた YouTuber としてこういうことを私に聞きたいってなれば、ぜひコメントで教えてください。そして YouTube とか SNS についてのチャンネル必要あったら、ちょっと作ろうか迷ってるけど、皆さんのご意見もぜひ聞かせてください。そしてまだチャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。